2013年にリヨンに移籍してきました。その前にフランクフルトで、プレーしていて、2012年チャンピオンズリーグの決勝でリヨンと戦ってのチームの印象というのがすごく、強くて速くてっていうところがあって、リヨンに来ること、もっと自分が成長できると思って、その時に声をかけてもらったというかオファーをいただいて、リヨンでプレーすることを決めました。リヨンに来ることを決めました。リヨンというチームは本当にたくさんの世界中から素晴らしい選手が来ていて、毎日の練習がとっても本当に自分のためになるというか、自分のやっぱ力になるっていう、そういうチームなので、そうですね、多くの選手がやっぱり長いことリヨンにいて、長い間一緒にプレーしているし、やっぱり、その分選手同士の特徴だったり、やっぱり自分たちのやりたいことっていうのがすごく明確に年々なっているんじゃないかなっていうのはすごく感じていて、リヨンに来て自分自身も成長できたと思うし、そうですね、やっぱり日本のように、日本では考えられないほど、やっぱりフランスではやっぱプロフェッショナルな生活というか、プロフェッショナル、日本ではなかなかプロの選手だけのクラブというのはないので、そういった意味ではフランスはもちろん男子にはまだまだ比べ物にならないですけど、日本や、ドイツに比べてもすごく、なんていうんですかね、進んでいるというか、地位がというか、女子サッカーの地位っていうのはすごく高いかなと思います。